ちは、こんばんは、翔太です。今回はなぜこういう風に撮っているかというと、理由がありまして、実は今回外で撮っているためにセミさんの声が非常に大きく、僕らの声が小さくなってしまったため、今回は初の試みで僕翔太のアテレコをしたいと思います。初めてなのでお手柔らかに見ていただければと思います。で、今回はこちらプリンのパフェ、これめちゃくちゃ美味しくて、コンビニで買ったんですけど、このでかいサイズで、しかも安くて、で美味しい僕がこういうのは好きなのでよく食べてるんですけど、このスイーツは抜群に美味しいと思ってます。こちらトイストーリーのグミも買いました。この時はですね、まだ映画のトイストーリー一緒に行けてないねみたいな話もしつつ、のどかな都会の休日を二人で味わってます。で、このグミはですね、メロンソーダの味がしてて、なんか二人であーんとかし合ったりしてて、こういう休日もいいなと思って一緒にいる時間がめちゃくちゃ幸せな時です。ある程度満腹になったなと思ったら横になりました。チュッとかしてこうやって見ると恥ずかしいね。動画の権力を存分に使ってます。本当はこれは行儀が悪いんですけども、一緒にプリン食べたりしてます。実はですね、この日の最高気温が35度とかだったので、めちゃくちゃ暑くて、熱中症にならないように一緒にいましたひたすら食べる食べる食べるで、ゴロゴロして、たまに映画とか見て黄昏てくっついてきたりして恥ずかしいよね。ゴローンって横になって座って、で、そしてまたグミを一緒に食べます。まだ食べ終わってなかったのかよって声が聞こえそうですが本当行儀悪いですね。あ、完食したみたいです。これは本当にめちゃくちゃ美味しいのでおすすめします。翔太がおすすめします。
最後にはなるんですが、今回の動画全然語ってないなぁとか思って、じゃあ最後に何か2人で撮る、何か話すっていう風に話してる回なんですけども、結局音をなかなかうまく撮れてなかったためにこういう風な形になりました。いかがだったでしょうか。今回初めてアテレコに挑戦しまして、もしこの動画が面白いと思っていただけたら、高評価のボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いできればと思います。翔太でした。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。Yes, falling love.